シュ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 いやー、温めるだけでも大変だった。今日はじゃん、今日のおつまみはすごいです。すごいのかな、温めただけなんだけど。今日はね、こうと揚げ出し豆腐ね、いつも大好きな、これがしめ鯖、これが牛すじ煮込みです。でこれ初めて買ったのに、玉こんにゃく、どうやって食ったらいいか分かんない、とりあえず温めたんだけど。であとザーサイ、このあたりでね食べたいと思います。じゃあちょっと今日はね、金麦で、この金麦春の味できました。もう春の味だって、ね、これ食べてみます。このこんにゃく、うん、うまっ。好きな味だこれ。じゃあ金麦みんな行こう。いい音、うわ、行くぜー、ケビケビケビ、よっしゃ、あぶらぶら、うわうめえ、うますぎでしょこれ。はあ、牛すじ、うん、よし、うい、切ってきたよ。うまそう、うん、うまっ。あった名物なのかね、うん、ヘルシーすぎない。もう一個、あら、ダーン、2貫目いっちゃうよ。今日は週末だしね。ピシッチチチチ、よいしょ、いっちゃうよ。フーワッホー。この夏揚げ、私の好きな厚揚げ豆腐、いけたと思います。うん。今日コンビニ行ったら、スーパーコンビニ行ったら恵方巻き、もう恵方巻きだらけだったんだけど、そういうね習慣は私にはないので、通常運転で失礼させていただきます。今日びっくりしたんだけど、本当恵方巻きってその食べる習慣あるんだ世の中で。すごかったよ、全部恵方巻きだった。そんなみんな食べるんだと思って、幸せになるの、あれ。なんか幸福って書いてあるんだけど、全然知らないんだけど、うん、高いじゃん。なんかいつもの俺のり巻きとかもうちょっと安く、安いなと思ってたんだけど、すごい恵方巻き高いじゃん、うん、何なんだねあれね。玉こんってうまいねこれ。
流水だ。よいしゃー、外に取り行ったら炭酸は寒い寒い。寒い寒い。それでね、今日はね、久々ダーン二階堂ダーン二階堂。この絵面見てよ、これもうめちゃくちゃだよもう。でこれでいきますよ。はい、じゃあ二階堂行っちゃいましょうか。よいしょ、行くよ。行ってきます。おし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 おいいはぁ、うん、まあ、うめぇ。これは今日の飯は二階堂だよ。これどう考えても、うん、あ合いまくり。うん、考えてる。あー、どこ行こうかなとか、まあ、デートとかある人はいいよ。俺はデートないんだ。一緒に行こう、みさん。映画行って、あのでっかいポップコーンを2人で一緒に食いたい、こうやって。どんだけ食えてんだよ俺。手触れちゃったりなんかしね、うん、なんか買ってくる？ポップコーンとコーラみたいなね、うん、いいよね。そういうちょっと恋愛から1万光年ぐらい遠くなっちゃってるから俺もう忘れてるよ、デートっていうことを。マジでみんな忘れてないでしょ。だっているでしょね。デートっていうかほら結婚したりとか彼女とかいるでしょ、彼氏とか。俺はほらもういいんだ、孤独の声立つ中年だからさ、忘れちゃって、なんかこう誰どうやってこうデートとかすりゃいいのかなとか、どういう段取りで行けばいいのかなって忘れちゃったよ。段取り？段取りっていうのもいいんだけどね。昨日さ、昨日、あー、すげーいっぱいできたよ。やべやべこれ。ほら。もう現役だよね、俺やってんの。昨日さ、あれ、昨日金宮飲んだでしょ、ホッピーと。朝起きたのよ。すげー二日酔いで、暖房つけっぱなしで、電気つけっぱなしで寝てたらびっくりして、あれって。これうまいね、たま、このこんにゃく。ほんとはポテトチップとか食いたい、ポテトチップとかポップコーンとかも、わーみたいな。もういいんだーみたいな。あと、もうチョコパンとか、チョコパン食いたい、チョコパン、チョコドーナツ。もう、あとフィレフィッシュ食いたい、真っ黒。それ、好きなもん全部集めてみようかな、今度。チョコパンとフィレフィッシュと、なんだろうな、好きなもんって何みんな。好きなもん、チ
チョコパンと俺、チョコパン、チョコドーナツと、フィレオフィッシュと、カレーパンと、ホットドッグと、チーズバーガーと、唐揚げと、メンチカツと、とんかつと、なんだろうね。やばいやつばっかり言ってない俺。あ、あとご飯と、あと、カツサンドと、全部揚げてるじゃねえかって。ああチューした。最近キスしてない。犬としかキスしてない。フレンチ、もうフランスラフランスラフランフランフラン。あっ、あっ、あ、来た、禁断症状が来てる。うーって、わー、うーって、うーわ、ビュー、ああ、ああ、ああ、来て、来て、今来て、電話しようかな、じゃあ。電話する。あの子に電話する。電話するんだよ。ピッピッピッて、プルルプルって、もしもーし、もしもーしって、ね、まだ出ないな。もしプルプルって、もしもしって、あ、電話しちゃったーって。早くどうしたのってこんな夜にって。ちょっと今ちょっと飲んでて、ちょっと声聞きたくなっちゃったんだよねとか言って、声聞きたくなったって大丈夫パンエクって言われて、大丈夫ではないんだけども、ちょっとその愛しい人の声を聞いて安心したいかなって感じなんだよねって。ああそうなんだって。大丈夫、 頭大丈夫ですかって。大丈夫じゃないんだよ俺は、だからこんな生活なんだよ。でも愛してるよって。愛してる、え、パンヘイ君ちょっと酔いすぎだよって、お酒控えてねって。控えられねえんだよお酒は。お酒と私どっちが好きなのって言われて、ん、ん、え、お酒と私どっち取るの。あー、Can you speak English? ああ、君だよ。じゃあお酒やめてくれるって。やめらんねえよ。どうしたらいいんだって。私取るんでしょとか。私は取るけど、お酒も。やめられないっていうか違うんだよ。やめられないとかじゃない。違うんだよ。君は好き。俺は君を愛してる。でも、お酒も好き。じゃあ、君が飲めばいいんだ、お酒を。一緒に楽しもう。一緒に人生を楽しもう。っていうことでね。長くなんかやってたね。ああね、もうこのムチャオダー飲んで寝ようよ。がっつり系じゃないんだけど、今日はこんにゃくばっか食ってただけなんだけど、うまそうだよこれ。
この暑いのが好きな俺。昼間もさ、お弁当のスープでさ、やけどするんだよ、すぐ。むけてくる皮が。そんぐらい好き、暑いのが。ぬるいのがダメなんだ。熱々。いや、好き。まあ、すいません。頑張ります。うん、頑張るよ。僕頑張る。すいません、また。明日ね、頑張るよ。チャオ。チェイヤー。ピース、ヨー。愛してるぜ。